このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はまったり過ごす子猫が遊ばない、その時猫兄さんの行動はということでね、下のおもちゃ、まあ、こちらは猫兄さんが作ったおもちゃなんですけれども、なかなかね反応しないしてくれないでしょ。まあちょっとちょいちょいはしてくれてるんですけれども、まあこの時間まったりした時間でしたので、なんかちょっと遊んだらすぐどっか行くみたいな感じなんですけれど、まずね猫兄さんがやってるのは今棒の部分をね擦ってるんですよね、床に。で音を聞いてもらって、ちょっと遊びたい心をくすぐってるんですよね。そしたらちょっと黒猫ちゃん飛びついてきてくれたでしょ。あとね、このおもちゃは結構強く振るとね、ビュンビュン音が鳴るので、まあ、そうやって強く振ってみたりとか、で、軽くね、棒の部分で猫ちゃんの頭を撫でてみたりとか、いろいろやってるんですよね、今。で、ちょっとだけね、黒猫ちゃん遊んでくれましたよ。キジトラちゃんも来てくれましたね。ちょっとずつ遊んでくれるようになったでしょ。さあ、どこの子遊んでくれるかな。今回のお店は大阪梅田にある保護猫カフェウディエルさんです。ね、普段ウディエルさんのね1階子猫ちゃんが多いので結構遊んでくれるはずなんですけれども、ね、なぜかねこの日は反応がちょっと鈍かったのでね。ちょっと大人猫なんですけれども、チャトラのチャーニを設定見ると、まあ、遊んでくれたので、遊んでみますよ。というとね、黒猫ちゃんがチャーの上を通り過ぎていきましたので、一瞬なんか何これみたいな感じでチャー見てたんですけれども、こういうね、まあ、穴が多いところがあるのであれば、そこに棒を突っ込んでみるっていうのもね、猫ちゃん反応してくれますよね。こうやってね、穴から出して見え隠れさせるっていうのが、よ。このねチャトラのチャーなんですけれども、この時間お昼間の時間っていうのは結構寝てることが多いんですけど、今日はね遊んでくれましたよ。キジトラちゃんがだんだん本気になってきましたね。すごいジャンプですよね。フレームアウトをしているんですよね。で着地ちょっと失敗してますね、この子ね。おいいジャンプするなぁ。紐系のおもちゃも、今のすごかったな。紐系のおもちゃって結構ね、ジャンプをさせやすいので、それは楽しいですよね。で、キジトラちゃんの遊んでる姿を見て、このタシロちゃんも、なんか遊ぶようになってきましたよね。チャーもずっと遊んでくれてますね。いいですね。このキジトラちゃん。すごいな、この子は。楽しいでしょうね。この子が家にいたらね、絶対楽しいですよね。いっぱい遊んでくれるなぁ、ね。このちょいちょいするお手で可愛いですよね。あ、引っかかっちゃったね、今は。黒猫ちゃんも遊びに来てくれたよ。クロスしましたね。黒猫ちゃんとキジトラちゃんがね。チャーが顔出したぞ。反対側から撮ればよかったですね。ようジャンプするな、この子は。別のキジトラちゃんがクッションの中にいますね。タルトクッションですかね。へそ天になってね、こうやって遊んでくれる姿はとっても可愛いですよね。キャワワですよ。カミ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 。キャワワだなぁ、ほんと。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、ウディエルさんでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届
届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければ